横山駅は兵庫県三田市南が丘2丁目にある神戸電鉄の駅。駅番号はキロバイト27、標高167メートル。神戸電鉄三田線、公園都市線の列車が発着する。当駅は公園都市線の起点であり、公園都市線の0キロポストも設置されているが、公園都市線の列車はすべて三田線を経由して、三田駅に発着する。 三田線は東駅から三田駅まで複線、東駅から田尾寺駅までは単線となる。ホームには1、2番線とも LED による行き先表示器が設置されているが、1番線のものは特急が廃止されて、隣の三田本町駅を通過する列車がなくなったため、種別に関わらず普通と表示される。駅前にはロータリーが設置されているが、バス停はなくタクシー乗り場にも、 客待ちをするタクシーの姿はない。三田学園中学校、高等学校の最寄り駅であり、三田学園が市外からの通学者が多いことも手伝って、朝には駅は三田学園の学生でごった返す。三田学園前という当駅の別称も駅名番や車内のアナウンスで用いられている。駅では他に三田線と公園都市線とを相互に乗り継ぐ客が多い。 神戸電鉄は投資の料金で乗れる公園都市線各駅と神戸間を除き、三田対神戸間の競争力が低く、三田線を投資で乗る客は少ないため、当駅で乗客の大半が入れ替わってしまう。当駅には公園都市線の開業を記念したモニュメントが2カ所に設置されている。一つは掘り割り面にコンクリートで造形されており、校内からでないと確認しにくい。 もう一つは、ロータリーの隅に設置されている。三田川から駅を見る正面のトンネルは、公園都市線で、左へカーブする線路が、三田線掘り割りの部分に、島式一面二線のホームを持つ、京城駅だが、周辺の土地は、起伏が激しいため、駅の北側からは、地上駅のように見える。入線する列車は、最大4両だが、ホーム有効長は5両分用意されている。 エレベーターは校内に一気設置されている。当駅から三田川は三田線、公園都市線共用の伏線となるが、新海地、ウッディタウン、中央側では単線の線路2本がそれぞれ別方向に向かって伸びている。このため、日中の公園都市線の列車と早朝、深夜の三田線の一部の列車は当駅で交換する。当駅から 新海地方面へ伸びる線路は急カーブを描き、そのため、新海地方面へ発着する列車は徐行する。公園都市線は駅を出ると、すぐトンネルに入るが、2番線には直線上に線路がつながっているので、公園都市線からの三田行の列車は速度を落とさずに入線してくることが多い。2番線新海地、ウッディタウン、中央側にある安全側線は、 当駅倒時間の複線化の準備と考えられるが、複線化の目途は立っていない。三田側にも渡り線が設置され、三田方面からの列車の折り返しができるようになっている。神戸電鉄の車両の行き先表示幕には、横山のものが用意されているが、現在各方面とも横山駅を始発、終着とする列車の設定はない。単線時代も島式ホームを持ち、 今よりも高台にあった。1番線、2番線とも、公園都市線を含めた3方向からの入線に対応しており、1番線からは、深海地方面、ウッディータウン中央方面への発車も可能。三田学園三田市の市街地の外れにあり、住宅は多い。2019年度の1日の乗車人員は2397人。ABCDFGHIJK e。 兵庫の鉄道全域私鉄、公営鉄道神戸新聞総合出版センター、2012年12月10日、177ページ。ISBN 9長7843億4300万6745。2019年度移動等を円滑化取り組み報告書。神戸電鉄。2021年4月21日閲覧。ABCDEFG ソネサトル。 週刊歴史でめぐる、鉄道全路線公営鉄道、私鉄14号神戸電鉄、野せ電鉄、北条鉄道、北近畿丹後鉄道、朝日新聞出版文冊百科編集部、朝日新聞出版、週刊朝日百科、2011年6月19日、7.11から13ページ。 h t t p w e l c o m e s h i n y u w e b f c 2 c o m スラッシュ m-onokur o スラッシュ 840200-4.htm 見たし統計書よりありがとうございます。